バースライブというのは今年でも3回やったんですけども、一番最初はベステストっていうアルバムをね、出すっていうことになって、普通のベストアルバムじゃね、つまんないじゃないっていうことで、シングルをこう並べてるやつだとつまんないんで、ライブの音源でやったらどうかなっていう話になりましてね。まあ、後で S モードっていうのを出したんですけども、まあ、それはいいじゃないですか。製造中心になっているシングルを生で歌って、その音源が欲しかったということから、まあ、始まったんですけども。はい、皆さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。ですね、今日はいつも僕とママゴンが、埋設してるんですけど、今日はですね、変わったヒゲのおじさんを紹介します。はい、コンサート制作やっております、クォーターワットの久保と申します。よろしくお願いします。せっかくですね、お誕生日に、ライブをやるっていうのはなんとなく楽しいので、まあ、これは続けていくとですね、何ですか、もう何十年も歌ってますっていう、こうロック歌手みたいなね。で、今日はですね、まさみおくいバースライブ01、アニソンフェスティバルってことで、はい、今日はすごいですよ。すごいですよ。今日はもうすごいです。すごいですよ本当はね。こんな喋ってもらいたいですよ。撮ってから行かないと、長いんで、撮ってから行かないといけないんですけど。ロック歌手の人とか、あと演歌の方とかいらっしゃいますけども、まあ、そういうふうにですね、年を取ってもこういい記念日としてですね、そういう日になるんじゃないかと思って、まあ、続けてる次第なんですけども。では、まず最初ですね、メンバーの皆さんから入っていただきましょう。はい。ロイヤルストレーズの皆さん。ロイヤルストレーズの皆さん。それと、ケイさん、チカさん、井上くん。特に今年の21世紀になってからの、今年のバースライブっていうのは、20世紀にいろいろ私が歌いましたアニメの主題歌は多いですけども、そのアニメの主題歌だけをやるということで、自分の記念にも撮っておきたかったということで、それをライブでやりまして、まあ、映像化できたらなという夢が叶ってね、万歳三唱でございます。お客さんの皆さん、皆さん、サバンナ瞳の枠
あのですね、私まあ、4月のシングルからですね、セルフプロデュースという、まあそうやって言うとかっこいいよさげなんでございますけれども、そういうことをやり始めました。だんだんこうやりたいことも随分こうやり終えて、それで勉強もさせてもらって、自分もだいぶ吸収ができてくると、そういうふうなですね状況になるとですね、今度はね、なんかこうね、自分がね勉強して溜まってきたものをですね放出したくなると。まあ、ライブだったらステージングでもそうだし、まあ、音楽だったら葛藤してこうもやもやもやっとして、だけども這い上がる、私這い上がりたいっていう光を求めている、この人間の強さみたいな、弱さみたいな、だけど強いみたいな、そういう部分もですね私は歌で歌っていきたいと。この先いつも言ってます、80まで歌うためにはやっぱりこう自分でやれることをちょっと無理してでもですねやっていった方がいいんじゃないかなと、随分もう1年2年ぐらい前からちょっとずつ考えててね、でまあ21世紀になったっていうきっかけ、そういうわけでもないんですけども、まあ、ここいらでやろうかということですよね。新しく奥井雅美というのを自分を客観的に見ながら演出していきたいなと思いました。それでこの先ですね、とりあえずその2001年はそういうふうなことがあって、ライブをやって、バースライブのビデオを発売いたしまして、一段落するということで、でまた来年に向けてですね、こう今年やったことの反省点とかがあったりとか、まあ、満足する部分はあるけども、もっとこういうことをやりたいなっていうのがまたきっと溜まってくるんで、来年に向けてそういうことをやっていこうと思ってます。まあそれの繰り返しですけどもね、それで80年80歳まできっとこう歌えればですね、その時笑ってんじゃないかなと思いますね。そういうふうな笑っているおばあちゃんになりたいなと思ってますので、皆さんこれからもね応援してくださいね。出なくなってた
皆さん一緒に歌ってくださいよ。これはということで、古い曲がデビュー曲からですね、まあ割と最近の曲までずらずらっと今やってみましたねえ。そうで今、前半にやったのこれ誰よりもずっと I was born to fall in love というのはまあシングルでなかなか今や聞けないという声をですね、ちらほら聞くのでですね、まあ S モードのベストの方に入ってて、で次のコーナーはですね、まあそこからここ で可能な、ここでやることのできる曲選んでみまして、かっこいい曲をその中からとても好きな曲をあの2曲選んでみたのでですね、それをやってみたいと思います。聴いてください。しょうもなく体中迷惑の闇に溶け込んでゆく眠らない
誇らしげに
ただひたすら走ってきた誰かのため、風が言ういいんだ、自分を信じて。 Don't cry 悲しい涙は You need me come on No fools 守りたい叫びたい Just like thunder いつの日にかきっとこの大好きな場所にみんなの笑顔溢れさせたい、そして俺もきっとこの大好きな場所で叶える自分の夢。 Sometimes I'll be in のどこまでも選んだ道が空にかける橋、次やるんですけども、プロモーションビデオをどっかでちょっとでも見た人、ガストとかでやってるんですけど、目にした人います？はいって今一人だけ聞こえました。あ、そう、なるほど。ということで、あれでね、まあ
なんだか拙いギターを弾いてますが、まあそんな感じでですね、ここでもやるんですが、なんとライブではイントロとサビしか弾けないということでまあ私強力な助っ人を今日はですね、まあお呼びしています。まあ中川さんもまあそれで松任谷由実さんのところでお世話になりました。今日は由実さんからお借りしてまいりました。もう一方ギターの市川昌司さんに、久しぶりでしょ、久しぶりでしょ覚えてますね、うちの兄貴ですね。そうなんです。相変わらず渋いでしょ、やっぱりああいう大人にならなきゃでしょ。もうねいいですね。西川さん、じゃあよろしくお願いします。守りたいよ今涙
ぎ拍手。
次のコーナーはですねまたコーナーなんですけど、ドキュメント00でももうそれはそれはたくさん映ってるし、今までの私のビデオ、まあハンディカムでね結構撮ってくださって、あの必ず王様の帽子かぶってたり、ボーリングで転んだり、いろんなところで登場いたします。システム B の山弁、オッケー山弁、オッケー山弁、山弁のコーナーですよね、ここ。あっ、あら、市川さんまで。なんか高級なお店の方が出てきたみたいな。ねえ。私で Happy birthday to you. ありがとうございます。ナイツナイツの日はナイツねえ、すごいわこれ、また同じことして前と去年もやりました。食べちゃった。あ、ベンツはダメ、後で食べるから山田さんがなんかすごいストラップついてますけどへえ。でこれなんで山弁が出てきたかって言いますと、先ほどのまあ空にかける橋のカップリングですね。これはTales of Eternia エンディング曲、私の曲にしては珍しいと各方面から褒め、お褒めの言葉をいただいてます。なんかわかりません、自分で作りました、すいません。ということでね、今日はその曲に皆さん聞いたことあるね、それで今日のその曲に合わせたこの服装なんでしょ。一応山田さんワイシャツ忘れたって、うん、じゃあまあ前置きはいいということで、そんなに優しい目をして私を見つめたりしないで、昨日まで何気なく
Yeah.
Shine a beat as the men's attention.
覚えられてですね、まあ、そろそろ縁も竹縄になってきたんですけども、まあ、バースライブのビデオを、ね、出せて何が一番私嬉しいかというと、まあ、セルフプロデュースをするということで、バンドの皆さん、ロイヤルストレーツの皆さん、ありがとうございますということでですね、この、まあ、秋のツアーから新しいメンバーに変わっているわけなんですけども、そういうあの古い今までこうとても力を貸してくださった方々にありがとうという気持ちもすごくあって、これからよろしくねという、まあ、新しいお友達たちですね、いますね。であとファンの方々でももちろん両方の気持ちがあります。もうありがとうって言ってこれからもよろしくお願いしますので、新しい方には新しいお友達なのでね、でみんなで仲良くこの先もやっていけるようには私頑張るんですけども、バースライブのその21世紀、はい、初の2001年のこの01が出せたということは、そのメンバー前のロイヤルストレーツのメンバー、古いスタッフの方々全部で作り上げた最後の、最後の、結晶なんですね。で今までの20世紀歌ってきたっていうのもありますが、まあ、その全てにおいてそれが結晶なのでですね、それはあの私の中でも格別な、このバスライブ01はですねものとなるんではないかなと思ってます。それで夢を語るとですね、ここで一発ちょっと夢を語るとですね、自分をセルフプロデュースな上にですね、やっぱりこう若い老若男女じゃないですね、若い男女ですかをやっぱりこう自分もプロデュースしてみたいと、いろいろこう歌をやりたい、それはもうアニメに関わってる人であろうとなかろうといいんですけど、まあ、音楽やりたいと言ってる、歌を歌いたいと言ってる人をプロデュースして、声優さんでもいいんですよね、こうしたい、なんかそういう夢がやっぱりあるんで、それに向かってとりあえずはですね、自分のプロデュースもできない、人のプロデュースもできないんじゃないかというところで、自分で責任を持って、ちょっと音楽を作ろうと思い、セルフプロデュースに踏み出しました。アルバムの中にね、さよならという歌があります。それは、これから先こう歩いていくにはですね、ある程度こうね、さよならしてまた新しい出会いがあるじゃないですか。で笑ってそういう時はもうさよならしないと前にはきっと人生は進めないなと思いましたね。で思ったんですよ。で普段から思ってたんですけども、やっぱりそれを現実ね、そのやろうとするとかなりそれは葛藤、みんなもきっとそういうのあると思うんですけど、葛藤するんですね。だけど私はその80まで歌いたいという夢があったり、その他の方をプロデュースしたいという夢もあるし、いろんなこう夢を叶えるために子供の頃からほら歌手になりたいと思って頑張ってきたので、それと同じくそういう気持ちっていうのはもう絶対になくしてはいけないなと、あの音楽をやっている人として思いました。なのでですね、そのディボーションのさよならを聞いていただくと、まあ、全て分かると思いますね。そういう風な気持ちで、いっぱいです。これからも私頑張りますので皆さんよろしくお願いします。それと、ロイヤルストレーツの皆さんはじめ、まあ、矢吹プロデューサー、そしていろいろソエピーとかですね、今までありがとうございました。でこれからは私も頑張って羽ばたいていきたいと思いますので、とは言いましても皆様お仕事での話ですから、それはね、皆さんいつまでも仲良くしたいですね。それではこれからもよろしくお願いします。ファンの方もよろしくお願いします。奥井でした。Thank you.
また間違えちゃった。いつかなくした、不思議も引っ